皆さんこんばんは。ここからは LJL アフターショーをお送りいたします。 MC を務めさせていただきますのは武人です。よろしくお願いします。そしてアシスタント MC には清川玲奈さん、よろしくお願いします。お願いします。そしてコメンテーターにはレボルさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、レイニャン、この番組どんな番組なんでしょうか。はい、はい、こちらのアフターショーでは、はい、その日行われました試合のハイライト映像を見ながら、うん、各試合を振り返っていくトゥデイズハイライトのコーナー、はい、そして LJL の各チームから選手やコーチをゲストとしてお呼びし、ロールのことからプライベートなこと、ゲスト選手に寄せられたファンの皆様からの質問コーナーなど、はい、LJL プロ選手の素顔と魅力に迫った LJL クールダウンをお届けしてまいります。はい、ということで今日もどんな話が聞けるか楽しみですよね。楽しみですね。さあ、見てる皆さん、この番組どのような感じで見ればいいんでしょうか。はい、はい、本日も皆さん、飲み物やスナックを片手に、はい、うん、バラエティ感覚でお楽しみください。すいません、ちょっとカンペ読み読みになっちゃった。いいですよ。すごくわかりやすかった。今のレーニャみたいに自由に楽しんでください、はい、ということですよね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さあ、レボルさん、いかがですか、この番組なんですけれども。いや、 やっぱり選手の話聞くのはいいですよね、はい、しかも、まあ、今回はアクシズのお二方ですけど、はいはい、チームの垣根を越えてとかあったりもしますから、はい、面白いですよね。はい、面白いですよね。あとはなんかヒーローインタビューだけだと勝ったチームしか聞けないんですけど、うん、負けたチームの、ね、話も聞けてなんか安心したりしますよね。そうですね、もう切り替えてんだとかね、うんうんうん、その辺も皆様楽しみにしていただければと思います。さあ、それでは早速最初のコーナーに参りましょう。 Today's Highlight のコーナーです。はい、こちらのコーナーでは本日行われました、はい、全4試合をハイライト形式でお送りしながら振り返っていくコーナーとなります。それでは VTR、はい、どうぞ。それでは Today's Highlight を振り返っていきましょう。今回はレボルさん、よろしくお願いします。お願いします。ゲーム1はクレストゲーミングアクト VS V3 e スポーツ。ドラフトでは V3 が序盤から攻める、そして CG はカシンがグレイブスキャリーでピックしたというのが面白かったですね。ここのところ最後のピック、まあ、どうなるか本当に楽しみでしたね。さあ、そしてゲーム大きく動いたのは試合時間13分で、仕掛けたのは V34 人を集めてヘテルレオナのアルティメットからユージを合わせたの2キルを獲得。このままカシンも取れると思ったんですが、この後の展開びっくりしましたね。いや、しかもこの時までゴアドリンクが勝てたことを気づいてなかったので、とんでもないびっくりさせんで、本当にこれどうなってんだと思いましたけどね。ここからのダメージ、そしてこの後の2対2もはあ、まさかの勝ち切りで、なんと家臣クアドラキルを達成しました。もうとんでもなかったですね。さあ、続いては16分3つ目のドラゴン前、仕掛けるしかない V3、 強引にユニカ仕掛けますが少し早すぎた。テレポートの援護が間に合う前に CJ の反撃が始まりました。ここのところで、まあ、新庄がアルティメットを使ってフロントを作るというのをやりたかったんですけど、やはりこのグレイブス相手、スノーボールしてるグレイブス相手というところで時間を作りきれなかったというのが本当に大きかったですね。さらにはここですよ。いやまさかのスマイトまで使ったというのが非常に良かったですね。素晴らしかったですね。ゴアドリンカの回復だけだと足りないと判断して、すぐさまドラゴンにスマイトを打つ判断、素晴らしかったですね。さあ、そして21分30秒なおも仕掛けていきたい V3 ですが、そこに待ち構えていたのは CGA。 ネモのフックを皮切りに仕掛けていって陣形を崩してきました。しっかりと物資のところにコントロールワードを置いて自分の姿を隠して敵が寄ってくるところにフック狙い撃つ、見事な、まあ、精神のお手本となるような動きだったと思いますね。バラバラになったところ一人ずつ仕留めていって、ハイブリッドはこれでトリプルキルを獲得しました。さあ、CJ、その勢いのままオーシャンソウルも獲得し、勢いが止まりません。ネクサス前まで我が物前で迫ってくるこの CGA を V3 止めることはできませんでした。オーシャンソウルの効果もあって体力を全く削ることができなかったですし、ゴールド差もありましたからね、ダメージが足らなかったですね。 V3 としても懸命に仕掛けつつ、ヘテルが時間を稼ぎつつではあったんですが、やはりゴールド差、うん、そうですね、ゴールド差本当に大きかったのと、あとはまあやはり陣が装備整ってなかったというのもあって、バーストが全く足りませんでしたね。この試合で見せた家臣、まあ、久々にこういうスタイルを見せましたが、やはり強いですね。かなり強かったですね。さあ、続いてはゲーム2、ラスカルジェスタ VS バーニンコア。ドラフトではラスカルジェスタがとにかくソウルの軸層を守りたい、バーニンコアの構成は、まあ、とにかく面白かった。いや、このテレポートなしのバーニンコアの構成ハマってますね。さあ、まずは3分のシーン、ラスカルジェスタレベル3の段階のリキャップまで寄せて仕掛けていったんですが、ここの藤本素晴らしいさばきで1対1に持ち込みました。しっかりとその E を当てたというのは本当に大きかったですね。ここで捕まえてフローレスが寄ってくる、これによってキルも獲得、そしてレイファーキーびっくりはこのソロキルでした。
まあ、やっぱりこのレネクトン VS トリンガメのレネクトン VS ダリウスのマッチアップのアドバンテージというのをうまく活かしましたし、あとはここですよね。さあ17分30秒のシーンです。ドラゴンヘラルド獲得した戦国はインナーバー狙おうかというところ、バーニングコアがしっかりとカウンターを用意していました。後ろにご注目、ダリウスとトリンダメアの挟み撃ちが効きました。ここのところ本当にトリンダメアが見えてなかったというところ非常に大きかったのと、あとはトリンダメアとダリウスが違う角度から入ってきたことによってポッピー一人で両者を処理できなかったとああいうところ本当に効きましたね。鎮魂歌とフィナーレのコンボもこの試合ずっと効いていましたね。効いてましたね。さあそして24分、クラウソルがかかった集団戦、フローレスの体力を削ってラスカルジェスタチャンスかと思ったところ、後ろからダイスが睨みを利かせラスカルジェスタ踏み切ることができなかった。ここのダイス選手の動きは本当にいやらしかったです。見事でしたね。ボッピーのアルティメットも結局延長してキャンセルしましたしね。このここからのところでフォーカスをしっかりとライズレネクトに合わせているというのも見事でしたね。ここまでリキャップがタンクライズを使ってうまく耐えてはいたんですが、タンクライズで前がかりになろうとしたところにトリンダメが後ろ近づいてましたから、リキャップ選手 その攻めたいラインに対して後方が合わせることは全くできなかったですね。さあそしてこの試合何度もゲイルホースでダイスキルを取っていましたね。いやまあ、後回し残しているというところの動き方が見事でしたね。さあそして試合時間29分、ここも夕日のフィナーレに合わせての鎮魂化、このコンボがとにかく苦しい、ソウルもダメージが出せません。ここのところの、ま、連携が見事でしたね。ツイッターのところを見たら、ジンは準備してなかったピックみたいなんですけど、カーサスのウルトと合わせるといったところの、ま、急遽の動き見事でしたね。見事でしたね。さあそして32分、バロン前での集団戦ではレオナーズか藤本、素晴らしい仕事をしていました。ここで真っ先に敵のスキルを自分が受けるというところが見事でしたね。さらにはこの前のファイトのところでジンクスのリソースすべて使った後でしたから、もう気持ちよさそうにダリウスが突っ込んでましたね。さあそれによってバロンも獲得したバーニコアの猛攻は止まりません。ネクスタワーもお構いなしに仕掛けていくのはダイス、この時はアルティメットがなかったですからね。まあしっかりと相手のキャリー倒してますからね。見事な動き、あと勢いでしたね。そうですね、バーニコは本当に今シーズンこの方が強いんだと見せた形での勝利となりました。さあ続いてゲーム3は戦国ゲームバス福岡ソフトバンクホークスゲーミング、レボさんも大注目の九州ダービーでしたね。ここのところのサイラスのピックが見事でしたね。サルディアこのプレー見事でしたね。でゲームが動いたのは9分、ジャングルミッドの対決でした。うひょうついたこのワンスの仕掛け、すぐさま出した対応したんですが逃げ切ることはできませんでした。 SHE がファーストブラッドを獲得です。そして19分の SHE としては絶対取りたいドラゴンだったんですが、一瞬のスキルでワンスがスティール、さらには集団戦では決戦場きっちりと決めていきました。さらにはその後後ろからジェット選手が入ってくるといったところで、集団戦の周りのところの戦後ゲーミングの質の高さというのが出てましたね。さあ場面変わって24分、続けてワンスが仕掛けるんですが、 SHE もここは反撃に成功します。ここはゼリーの強さが見えましたね。見えましたね。このままスノーボールできればというところも期待はできたんですが、ここのところがうまく狙えなかった。でもワン選手が動きを修正したというのがありましたね。さあ続いて30分、またしてもドラゴン前ソウルがかかった集団戦、裏に回ったワンスとジェットがきっちり仕事をこなしました。特にジェット選手の動きにやはりかなり釣られましたね。この後のメガナーですよ。いやーここが刺さりましたね。常にプレッシャーをかけ続けた状況から決めていきましたね。全く行くそぶりを見せずに、ゼリーが壁ドンできるポイントになったら一気に行くと。さあ最後37分、エルダードラゴンの集団戦、切り開いたのはワンスでした。ここのところもフロントラインの作り方、さらにはやはりこうメガナーのゲージを溜めさせないように動いていくという形が見事でしたね。インタビューでも常にゲージの管理を見ていたという話をしていましたね。そこのところで、まあちょっと SHE としてはコミュニケーションのところどうするのかっていうのがうまく修正できてなかったですね。最後は罠にしっかりと相手をかけてのキル回収となりました。そのまま戦国が生まれた差を、人数差を生かしてネクストの破壊に向かい勝利を遂げました。さあそして本日のゲーム4デトネーションフォーカスインバースアクシデント、もうドラフトからここは面白かったですね。マルファイトは想定外というかキンドレッドもそうですけど、まあ、トップスマイトかと思われたところ、普通の構成にアクシズなりました。普通ですか。まあそうですね。まあそうですね。さあただし強かったのはこのデトネーションガスミーのボットレーン。
そのレベル1、レベル2の段階からもうずっとユタボーの選手が押し込んでるんですよね。でその押し込んだところを生かしてのボットダイブ、綺麗でしたね。さあここなんとサモナースペルを全く使わずのファーストブラッドはユタボーンとなりました。ただここはやりすぎました。そうですねここのシーンではとにかく強かったボットデュオが前に行き過ぎた結果スバンプにガンクされてのキルとなりました。ここ非常にもったいなかったですね。さらにはここもそうですね前がかりになりすぎたところをしっかりとスバンプ選手が咎めていくという形でしたね。まあ、アグレッシブが今季の FM 非常に面白いんですが、まあ、やりすぎてしまいましたね。まあ、ただこういったところはライン探っているというだけだと思いますからね。さあそして続いては10分 DFM トップの丸ファイトを狙い定めます。しかしアクセルもカウンターでボットにダイブを仕掛けていました。ここでスワンプ選手が3キルというところになりましたから、非常にいい形でアクセスは中盤まで進められていたと思いますね。続いて12分30秒強気に攻めるユタポンに対してアクセスのカウンタースワンプが引きつけ、大 C3 地が合わせることでユタポンのキルに成功します。さらに DFM が今度は有利を築きながら24分のバロン前の駆け引き、ここはエビス、そしてハープ、さらにはヤハロンが光りました。ヤハロン選手大きかったですね。あとは、まあ、ずっとポジションを隠してハープ選手がフックの精度が非常に高くプレッシャーをかけ続けているというところも聞きましたね。さあこの後もう一度引きつけたところでエビが最後はスワンプに襲いかかりシャットダウン、あとはハープのフックとヤハランのスリープバブルが猛威を振りました。このところで事前にルルとキンドルとアルティメットを使わせているからこそ集団戦で絶対に勝てると判断して強気にバロンを触って相手を引きつけている、見事な判断でしたね。そしてこの後の26分も見逃せません。インナータワー前ユタポンのアフェリオスがアクシズに襲いかかります。プレスアタックアフェリオス、ゲイルフォースを生かしてのこの動き、まずはスワンプこれラカンと被ってしまってルルのアルティメットを正確にキャストできなかったんですよね。さあそしてこの後も前に出ていってメグミンを打ち取りましたちょっと FM に対して何をバンすればいいのかよく分からなくなってきましたね。そうですね、本当に今季どうしたらいいんだろうというぐらい強いこのデトレーションフォーカスミン、これで6連勝を挙げることになりました。さあそれではこの後は本日の試合結果から武藤さんお願いいたします。レボロさんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、勝利のさんありがとうございました。さあ本日の試合結果このようになりました。さあこの結果を踏まえましてランキングの方を見ていきましょう。はい、ということでこのような結果となりましたが、レボルさんいかがでしょうか。そうですね、上位3チームといったところがやはりこう頭一つ抜けてきたなという印象はありますよね、はい、特に戦後ゲーミングとバーニングコアが5勝1敗並んでいる、はい、そしてそのバーニングコアが、まあ、来週デトネーションフォーカスミと戦うと、その上位対決、まあうん、次の金曜日の試合で1周するということになりますから非常に楽しみになりますね。一方でSHE と V3 苦しんでいる中で、はい、まあ、どちらが先に1勝を上げるかといったところも、まあ、来週決まりますから、そこも非常に楽しみですね。楽しみですね。楽しみです。レイニャいかがですか。はい、そうですね、まあ、これを見て本当にデトネーションフォーカスミーの凄まじさ、はい、完成度の高さ、ね、本当にすごいなと思うんですけれども、はい、2位のチームも本当に自分たちの戦いを明確に、戦い方を明確にしてるなと思うの で、こちらの順位争いもすごく気になるなって思います。はい、気になるところになりました。さあ、はい、次回のスケジュール見ていきましょう。このようになっております。はい、さあこちらの4試合の模様は2月25日金曜日18時よりお送りいたします。さあこちら見ていかがでしょうか、レボルさん。やはり1位と2位の対決、デトネーションフォーカスミー VS バーニングコア、もうかなり楽しみですし、そうですね、V3 と SH、まあ、勝敗が並んでいるチーム、はい、どちらが先に1勝を上げるかもそうですし、 CGA と RJ も実は3勝3敗で並んでいる。本当ですね、ここ本当にこの3試合とても楽しみだなと思いますね。いや、これ楽しみですね。レイニャいかがですか。そうですね、もう全試合もうしっかり見させていただこうと思います、ね、はい、よろしくお願いします、はい、ということで以上 Today's Highlight のコーナーでした。さあ続いてはこちらのコーナーに行きましょう。 LJL クールダウンのコーナーです。本日も普段は見ることのできない選手の素顔やパーソナリティの部分に迫っていきたいと思います、はい、本日のゲストはアクシズよりメグミン選手、はい、ダイシー選手のお二方にお越しいただきます、はい、それでは早速つながっているようですのでお呼びしたいと思います、はい、どうぞ。
よろしくお願いします。お願いします。手振ってくれてありがとうございます。さあ皆さんね、見てる皆さん知ってると思いますが、まずはちょっと簡単に自己紹介の方お願いします。めぐみん選手からお願いします。はい、アクシーズのミッドをやってますめぐみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。さあ続いてダイシー選手、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。アクシスのなんとアクシスのサポート大志です、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあまずは本日も試合お疲れ様でした。まあこれでデイ6なんで6試合やってみた感想をちょっと聞いてみたいんですが、めぐみ選手いかがですか？そうですね、最初の方は結構2勝0敗で、はい、いい調子でスタート切れたんですけど、はい、ちょっとそこから調子が落ちてきちゃって今4連敗っていう感じなんで、はい、から軌道修正していきたいなって感じですね。なるほど、ありがとうございます。ダイシー選手いかがですか、6試合やってみて。はい、そうですね、大会 LGL 大会は慣れてないので正直結構楽しいですね今のところ。なるほど、いいですね、慣れてないのに楽しいっていうのはいいですね。うん、ありがとうございます。さあそれではちょっとここからはね、いくつかテーマを設けまして、はい、より迫っていきたいということで、まず一つ目のテーマはこちらでございます。今年のアクシズはどんなチームということで、はい、今年もですね、初戦からスマイトトップの戦術を行うなど、見ていて非常に面白い戦略をするなということが ね、話題となっておりますが、はい、なんとですね、アクシーズ平均年齢が 19.8 歳ということで、これはちょっとチームの雰囲気とかね、どうなのか。若いですね。そうなんですよ、平均年齢が20歳いってないという、はい、すごい。ちょっと聞いてみましょう。さあめぐみん選手、はい、初戦では5名中3名がプロデビュー戦だったということで、これチームの雰囲気いかがでしたか、はい、初戦。そうですね、はい、韓国人の2人はやっぱ向こうでなんかアカデミーの試合とかをやってたんで、はい、なんかそんな大きく緊張してるようには見えなかったんですけど。そうなんですね、はいはい、でもヨッシーが結構緊張してて、はい、なんか明らかに普段となんか喋り方とかの雰囲気が違ったんですよ、はいはい、だからちょっと大丈夫かなって感じはありましたね。でもヨッシー選手大活躍でしたよね。はい、そうですね、だから試合始まる瞬間まで本当に緊張してたんですけど、はい、なるほど、やっぱ試合に入っちゃうと緊張ってなくなるんで、はい、そこからもう絶好調でした。おー、いいですね。そう、ダイシー選手、初戦からのチームの雰囲気いかがでしたか？あ、正直なんかみんな静かになると思ってましたけどなんか1戦目からもう元気いっぱいでしたね。元気いっぱいだったんですねすごい。じゃあチーム内のコールする人とかは誰なんですか、一番声大きいなっていうのは。今は特にコーラーという人はいませんけど、はい、多分コーラーは一番うるさい人はスワンプ選手ですね。うるさいってそうなんですね。ねえ、でもうるさいことがいいことなんですよね、大志さん。はいはい、めっちゃ心強いですね。いや、明るくていいですね。レイには何か聞きたいことありますか？そうですね、はい、まあその中でも逆にしっかり者っていらっしゃるのかなって思います。なんかリーダー的な存在とかいらっしゃったら教えていただきたいなと思うんですけど、いかがですか、めぐみ選手。しっかり者はあの日常生活だと結構ヨッシーがしっかり者ですね。そうなんですね。はい、なんか日常生活だと結構ダイスと僕はなんか一緒に住んでて、なんか何かと面倒くさいなってなってるんですけど、ヨッシーがそこら辺は引っ張ってくれる節がありますね。あ、じゃあそのしっかり者のヨッシー選手が緊張してるなんて初戦ちょっとビクビクだったんじゃないですか。まあそうですね、ちょっとヨッシーが一番年齢低いのに、はい、日常生活だとなんか一番しっかりしてるんで。そうなんだ。面白いな。なんかなって感じなんですけど。ダイシー選手から見てしっかり者っていうのは誰なんですか？多分絶対ヨッシーですね。そうか、共通してんだ。ヨッシーを説明するとしたらなんかお母さんっぽくていつもなんかお母さんやったりで毎回寝る前なんか洗濯もやるぞお前らってなんか言ってくれますね。お母さんですねそれは。はい、じゃあ逆に真逆も聞きたいですよね。聞きたいです。お調子者は誰ですか、めぐみ選手。お調子者ですか。はい、いやでも調子者はやっぱスワンプですかね。はい、スワンプが結構ふざけるんですよね。どんな感じで。結構僕あのランクでデュオとかするんですけど、はい、それで何ゲームかやってるとそのだんだん集中力が切れてきて、
なんか規制を発し始めたりするんですよ。そう、なんか連敗したりするとなんかメンタルが壊れてくるじゃないですか。はい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 。そういう時とかに時々暴れ出すんですよ、ね。それがめっちゃ面白くて。面白いな。面白いと思えるんだったらいいですね。ね、そうですね。嫌だなと思えないっていうね。はい。大西選手どうですか。お調子者は。調子者ですか、はい、僕からの目線では絶対サンチュー選手ですね。おー、サンチュー選手、それなぜ、デュオやるとき、僕メイジサポートやるとき、タワーゴールドを取るのが結構好きなの、プレーティングを、はい、で、毎回取るとき、怒って大志You carry ってなんか質問系で君がキャリーするって怒ってきます。なるほど、タワープレート半分こになっちゃうんで。なるほど、面白いな。でもダイシー選手も僕ちょっとお調子者なんじゃないかっていう話が入ってきてるんですけど。え、よく迷子になるっていうのは。お調子者なのかな。やっぱりもういろいろ見ちゃってこう迷子になっちゃうんですか。どういうことなんですかこれは。あ、これは多分、はい、これ日本2年目なので、はい、日本ではなんか読み書きがそこまでできないので。なるほど、文字、文字が読めないので、はい、ちょっとなんか話があるんですけど、はい、いいですか。いいですよ、全然いいですよ。去年2021年のサマー終わった後、実家に帰る予定なんだ、はい、なんだったけど、はい、兵庫まで行って帰ってくるのがなんかめっちゃ迷いましたね。なんかで東京まで戻ってくるのは結構簡単でした、はい、一本新幹線で乗り換えで下波に帰ってくるのが普通の人は20分30分かかるやつが6時間ぐらい。6時間なんか0時ぐらいにタクシーで結局ベースに帰ってきました。それ兵庫行くよか時間かかってるじゃないですか。はい、そうですね。というか、兵庫往復できますよ、新幹線で3時間3時間でね。絶対そうですね。電車の乗り換え難しいですもん ね。どうやってやったんだって、逆にどうやって乗り換えたのかって思っちゃうんですけどね。さあ、あとはやっぱりアクシズ戦略が面白いっていうのが ね、やっぱ話題になってますが、はい、これやっぱりコーチの影響が多いんでしょうか。どうなんでしょうか、めぐみ選手。そうですね、コーチですね。コーチが結構、はい、主にあのサーチコーチなんですけど、はいはい、サーチなんかそういう前インタビューの時にも言わせてもらったんですけど、はい、メタの研究が好きで、なんかいろんなリージョンとかソロ級とかの動画も見て、はい、こういう戦略どうみたいな感じで持ってくるんですよね。サーチさんの影響が個人的だけどでかいんじゃないかなと思ってますね、そういうのは。なるほど。ダイシー選手いかがですか。正直監督は結構でかいと思いますね。あ、監督、はい。物好きで、はい、新しいなんかほとんど使わないもんがあったらなんか使ってみようってうちのスクリームになんか無言で持ってきてOK やるぞみんなって急になんか練習し始めるから、まあ監督は新しいことには全然ビビってませんね。なんか挑戦いいですね。やっぱ新しいものに挑戦してくるチームの方が強くなっていくものなんですか。そうですね、やっぱりこうチームの幅が広がりますからね。ちょっとそこで聞きたいのが、はい、その日の試合の戦略のゴーサイン出すのって誰なんですか。確かに、はい。あ、ゴーサインですか、はい、でもゴーサインはやっぱウンドルコーチですね。最終的にはウンドルコーチの方がよし今日はこの番ピックで行こうって決めてやる感じですね。選手の意見はそこでこうどう反映されたりするんですか。あ、選手の意見というよりかはスクリームの結果が多分メインですね。なるほどなるほど。結果を見てちゃんと分析していくんですね。そうですね、この構成は勝率良かったから今日はこれで行こうみたいな感じでやってます、はいはいはい、なるほど。あとねこれ入ってきてるんですけど、2段ベッドの上になったのは結局誰ってまずそもそもこれどういうことなんですか。そうですね、はい、僕たちその寝る部屋が2つあって、はい、今3人で住んでるんですけど、はい、その1つの部屋に1つベッドが置いてあって1人が寝てて、はい、もう1つの部屋が2段ベッドが置いてあって、はい、2人寝てるんですよね、はい、でその上が誰かっていう話だと思います。これは上に なりたいんですか皆さん、それともなりたくないですか。なりたくないですね。なりたくない。なりたくないんですね。はい、それはどうやって決めてるんですか。まあほとんどランダムっていうか。あ、なるほど、ランダムなんですね。はあ、割合的にはどんな割合ですか今。今のところは、はい、今僕が乗ってますね、ナベットの上に。ダイシー選手笑ってますけど、ダイシー選手は上になったことあるんですか。あ、はい、ありますね。最初
引っ越した時、はい、ヨッシーと2段ベッドに寝てました。はあ、僕が上に寝てました。で、はい、でじゃあ上なんだけど下に行った方が昇格なんですね。なるほど、ね、はい、そうですね、そうなんですね、そうなりますね、うん、下に行けた方が良かったということですね、はい、さあ、はい、続いてのテーマ参りましょう。続いてはこちらでございます。はい、LJL2 年目を迎えてということで、めぐみ選手はねシーズンを通して、そして大志選手はサブ登録とデビュー戦を数えて2年目となる2人ということなんですが、うん、まあ、デビュー当時のところからねお伺いできればと思うんですけれども、まずはめぐみ選手デビュー当時のことを教えてください。そうですね、僕のデビュー当時っていうか、はい、デビューした1試合目の試合は、はい、マジで緊張がやばすぎて、はい、マップも全然見れないし、なんかコールもなんか頭に入ってこないじゃないですけど、はい、なんか脳で整理できなくてみたいな、本当に大変でした。はあ、でじゃあ自分の中でもちょっと結果は散々ぐらいの気持ちなんですか。あ、そうですね、当時は、はあ、本当に大変でした。そこから今年はもう全然理解できて。あ、そうですね、今年はもう1年やったんでやっぱ慣れて、1試合目もそんな大きくはやっぱ緊張はしなかったですね。なるほど、だから確かにヨッシーさんが緊張してるっていうところまで分かったんですもんね。まあ確かに、ね、確かに。さあ、そしてダイシー選手は2021年に一度だけ LJL で試合出たということがあったんです。振り返ってその時いかがでしたか。はい、どうだったかな、なんか結構昔の話だったからよくどうだろう、最近と同じ気分ですね。なんか全然落ち着きがなくて焦りが出て結構やばい気持ちでしたね。デビュー戦最近と同じ、はい、はい、そうですね。いや、6試合経験した今はどういう感じで試合入れてるんですか。今は LJL 環境に結構慣れてきましたので、まあ自信持って、まあ、次からプレーできると思います。いいですね。はい、レイには何か聞きたいことありますか。そうですね、まあ、今年2年目を迎えたということなんですけれども、はい、これからどういった目標を持たれて、どういった選手になりたいとかあったら教えていただきたいなと思うんですけど、めぐみ選手とかどうですか。そうですね、とりあえずどういった選手になりたいかって目標は、はい、やっぱ最近日本に来る韓国人選手がかなり強くなってきてるじゃないですか、はい、だからそういう選手にも負けないような選手になりたいなとは今は思ってます。なるほど、はい。大志選手はいかがですか。まあ2年目って言っても僕はなんか個人的にはなんか今年が1年目のなんか始まり、デビュー戦という気持ちなんですね、はい、でもいずれは去年のホグさんとハニーさんみたいな強いリーダーみたいな選手になりたいです、はい、なるほど、素晴らしいですね。はい、さあ続いてはですね、2人のプライベートに迫る質問していきたいと思います。はい、ということでこちらですね、オフの時は何してるということなんですが、これねなかなか知れないですもんね。知れないですよね、ヒーローインタビューでも聞けないですもんね。オフ何してるんですかみたいな ね、 ね、確かに。さあめぐみさん、オフ何してますか。そうですね、最近はやっぱ、はい、みんなこっちに来たばっかりなんで、その3人で一緒になんか買い物に行くことがめちゃくちゃ多かったですね。あ、いいですね。ちなみにどの辺行きましたか。最近その日用品が欲しかったんで、はい、ニトリに行ったりしましたね。ニトリに行ったり、まあ、ご飯食べに行ったりって感じで。本当に生活雑貨ですね。はい、本当にそうです。本当に3人で住んでるって感じですね。そうです、本当に。大志選手いかがですか、オフ過ごし方。オフの過ごし方は結構お母さんに怒られると思うんですけど、はい、みんな昼の5時か6時ぐらいに起きてきますね。そのお母さんはヨッシーさんのことを指してるんですか。いや、ヨッシーもどっちもですね、本当のお母さんとヨッシーも。ヨッシーさんはちゃんと起きてる時もある。ああ、いや最近結構練習で疲れてるので、はい、一緒に、ね、やっぱその時間になってくるんですね。はい、なんかずれてきますね、休みの日は。さあ、レボルさん、なんか聞きたいことありますか。やっぱり今年になって LGL のスケジュールめちゃくちゃ厳しくなったじゃないですか、はい、そんな中でどうやってこうオフの時間を確保してるのかなって気になりますよね。気になる。めぐみさん、いかがですか。そうですね、基本的にやっぱその1日 LGL があって次の日がやったらまた LJL って感じなんで、ほとんど休みがない状態なんですけど、はい、一応うちでは月曜日はまあ休みにしようっていう感じで僕は確保されてますね。なるほど。ダイシー選手いかがですか。
まあ監督がスケジュールを、はい、なんか今バタバタしててコロコロ変わりますけど、今はだいたい月曜日に休みな休み取ってます。決まったんですね。はい、はい、あ、じゃあ次の月曜日何する予定なんですか。あ、いいですね。はい、めぐみんさん、次の月曜日ですか。はい、あ、でも別に特に予定はないんで、結局家でゲーム、家っていうか、まあ、ハウスでゲームしてるんじゃないですかね。いや、結局そこに落ち着くんですよね。やっぱプロゲーマーになる人って、はい、みんなゲームが好きでなるんで、そっか、結局休みでもゲームしてるんですよね。なるほど。ダイシー選手はなんか予定あるかもしれないですもんね、月曜日来週の。いや、僕一人旅なんかできないので、はい、大体なんか日本人選手めぐみかヨッシーがいないとで、なんか遠いところ行けないので。いや、そりゃそうですよ。だって20分で帰れるとこ6時間かかるんだから。それダメですよ、一緒についてきてもらわないとダメですよね。困りますね。一人旅とかやってみたいんですか、将来的には。ああ、どうだろう、まあアメリカだったら正直したいですね、なんか。はい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 。だからやっぱり地図を見れるっていうところが大きいんでしょうね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。さあ、レイニャお願いします。はい、それでは最後にファンの方からお寄せいただきました質問をご紹介していきます。はい、ハンドルネーム竹とリンダメアさんから。これ毎回恒例なんですか、俺の名前いじるの。竹とリンダメアですよ。マジでもう回転して切り込んだのかって話ですよ。本当にいい加減にしてくださいよ。ちゃんとその時叫びながら回転してください。まあ、ありがたいですけどね。はい、はい、皆さんありがとうございます。はい、ご紹介させていただきます。はい、目玉焼きには醤油派ですかソース派ですかとのことです。それ聞きたいの、本当に。これハンドルネームに力入れすぎなんじゃない。じゃあまずはキャスター陣から聞いてみましょうかね。はい、レボルさんは。あ、僕はソースですね。ソース。おー、ソース。はい、まあ、僕は醤油マヨネーズですね。醤油マヨ。はい、レイニャンは。うん、塩コショウです。あ、塩コショウ。あ、シンプルで美味しいですよね。はい、めぐみんさんは。僕は塩コショウと醤油ですね。あー、美味しいですね、それもね。美味しいです。それも美味しい。はい、ダイシーさんは。あー、僕は食べたことないので分かりますかね。え、そっか、目玉焼き食べたことないってあります？いや、ないですね。まあ、アメリカ出身の方ですから。これ日本文化ですか。まあ、あ、じゃあスクランブルエッグかポーチドエッグになるってことですか。あー、そういうこと。あー、僕は絶対スクランブルですね。スクランブルエッグには何かけますか。おお、僕はそのまま食べますか。あ、そのまま派。へぇ、今度ぜひめぐみん選手とかにね、作っていただいて、ね、食べていただきたいですよね。もともとお母様の味付けがあるのかもしれないですね、スクランブルエッグにね。そうですね。で、この質問何だったんですか。何かあるんですか、これ。多分視聴者さん調べの心理テストみたいな感じになってまして。はい、ね、ごめんなさい、突っ込んじゃってごめんなさい。竹取りんだめやさん、すみません。はい、あるんですね、奥が。ご紹介させていただきますね。はい、醤油を選ぶ方は。あ、醤油誰か選びましたっけ。あ、めぐみさんが。めぐみさんですね。僕選びましたね。醤油を選んだ方は。人のために何かをするのが好きな人だそうです。どうですか、当たってますか。いやー、僕そんなことないと思うんですけどね。全然。だってライシーさんも首振ってますよ。いやー、それなんかめぐみにそんな当てはまんないなーって。いや、ただこの心理テストのおかげで、はい、めぐみ選手は人のために何もしない人だというのが分かりました。逆っていうのがね。それはそれで嫌ですね。やっぱすることにしときますね、僕。いや、ダメですよ。ダイシーさんがすごい説得力あること言いましたから。ダイシー。めぐみもそうじゃないねって言ってましたから。まあ、次はでも、次も紹介していきますね。はい、ソース派の方はいらっしゃいました。レボルさんですね。レボルさん、はい、人の期待に応えようと頑張る人だそうです。はー、レボルさんやっぱそうですか。もちろんそうですよ。そんなことないけどな。なんでですか。ちょっと待ってくださいよ。だって3年前からご飯行きましょうってずっと断られてるんだから。断ってるんですか。全然期待に応えてくれてないよ。いや、期待の量がやっぱちょっと足りないんですよ。3年間も期待してる。そしてマヨネーズ派の方、はい、あ、私ですね、はいはい、親分肌で面倒見のいい人だそうです。はい、全然真逆。もう子分肌ですもん。で、吉本のスネ夫って言われてるんですよ。初めて聞いた。でかいところにずっとくっついてってんだから俺。まあ、当たらなかったですけど、もうこういう質問楽しいですね。楽しい。でも塩コショウ派がちょっとなくて。あ、なかった。はい、でも、ね、結構選手のパーソナリティちょっと分かりましたね。そうですね、分かりましたね。
だからなかなか口が固い方にはこういうとこから入っていくのいいかもしれないですね。いいかもしれないですね。皆様こういう質問ねお待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、続いての質問に参ります。はい、行きましょう。ハンドルネーム、とりとりさんから。はい、とりとりさん。はい、ゲームをする上でのこだわりや、試合の際に決まってやることはありますか？あ、なるほど。とのことです。ルーティーンみたいなことですかね。はい、はい、めぐみさん、お願いします。試合の時のこだわりですか？はい。あ、なんだろう。やっぱ僕、試合前に緊張がよくするんで、はい、緊張をほぐすために音楽を聴くっていうのはめちゃくちゃしますね。あ、なるほど。はい。なんかあれはあるんですか？なんかセロスさんだったら距離測るとかあるじゃないですか。あ、定規で。なんかマウスはどっちから触るとか、なんか左から座るみたいなことはないですか、めぐみさん。あ、全然ないですね、そこら辺は。そこはないんだ。じゃあ音楽を聴くぐらいなんですかね。はい、そんぐらいですね、本当に。ダイシーさんは？僕はなんか大会前時間結構余るので、ソロランクはやりたくないので、だいたいなんか他のゲームなんかフォールガイズとか落ち着くためにやりますね。なるほど、他のゲームをやるっていう、ね、やっぱ緊張をほぐすためにというのがあるんでしょうね。ね、そういうことなんでしょうね。めぐみさん、それ音楽かけるときはみんなに聞こえるようにかけてるんですか？あ、全然違います。ヘッドホンで聞いてるだけです。やっぱり人のためになることはしないんですね。いやいや、それは自分だけで。それは言い方がちょっと悪いですね。そうですね。俺が今誘導しました。ごめんなさい。あ、でも各自あるんですね。なんかね、やることがね。そうですね。はい、ということで時間も迫ってまいりましたということで、もうちょっとなんかやっと聞き出せてきたというところで、そうですね。また次回より深くいけると思うんでね。はい、ということで本日のトークショー以上となりますが、最後に一言ずつ視聴者の皆様にメッセージの方お願いします。めぐみさんからお願いします。はい、今結構、チームとしては調子が落ちてきてしまっている状態なんですけど、うん、ここから調子を上げていくように練習頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。はい、皆様よろしくお願いします。さあ、続いてダイシー選手よろしくお願いします。まあ今はなんか新人なチームだけど、うん、まあいずれDFM みたいなチームになりたいと思います。いいですね、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日はアクシズよりめぐみん選手、ダイシー選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで LJL アフターショーは以上となります。さあ、レボロさん、今日初登場でしたがいかがでしたか？楽しいですね、やっぱり。楽しいですよね。はい、やっぱりそのプライベートのところも突っ込んできてるっていうのはやっぱ面白いですよ ね、はい、ね、本当に。だって目玉焼きに何かけますかなんてヒーローインタビューでも聞ける、聞ける機会ないと思いますよ、ここから先。いや、まさか選手に心理テストをかけるなんて、ね、マジでいい質問だったですね。面白かったですね。はい、レーニャはいかがでしたか？そうですね、 またこう選手の方にちょっと親近感が湧いたなって。本当ですね、はい、ランクで規制を発してしまう人がいるということはちょっと気持ちわかるんで、すごくすごくわかるんだ。規制走ってるんですか？規制を走っちゃいますね、ちょっと。そうなんですね。気持ちわかるな。好感持てると、はい、でも本当にこの番組でより身近に感じられてね、嬉しいですね。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。さあ、次回のアフターショーのゲストはクレストゲーミングアクトよりナップ選手、そしてネモ選手にお越しいただきますということで、こちらも質問の方大募集しておりますから、詳しくは LJL 公式ツイッターによろしくお願いします。さあ、そして次回の放送は2月25日金曜日18時からということで、皆様あさってですのでお見逃しなくということで、それでは次回またお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。さようなら。